両鉄スポーツセンターの屋外プールでは、松山市内の園児たちが元気にプール遊びをしていました。冷たくて楽しい。僕は滑り台が一番大好き。松山の今日の最高気温は 32.5 度。県内では15地点中12地点で30度以上の真夏日となりました。県内では今後1週間は晴天が続き、高松地方気象台によると四国地方はあさって梅雨明けとなる可能性が高いということです。この夏の天気の傾向について詳しくは今日のつぼ天で。意外な夏の季語も登場しますよ。いよいよ間近に迫った夏本番。伊予鉄スポーツセンターでは、というわけでもうプールもこんなに楽しいぐらいの気温が続いていますけれども、こちらのプールとってもお得なサービスが始まっているんです。通常は、大人の方が1,050円、お子さんが850円なんですけれども、こちらをみきゃんアプリをご利用いただいたお客様は10円でプールをご利用いただけることになっております。県内の交通機関や飲食店などで利用できるみきゃんアプリのキャッシュレス決済利用で、大人も子どももまさかの10円。長引く物価高に負けず元気に夏を乗り切ってもらおうと企画されたキャンペーンで、今月20日までの平日限定です。いいんですか？コロナ禍でいろいろですね、お子さん、それからご家族、お友達とですね、なかなかレジャーを楽しむことができなかったと思うんですけれども、この夏は元気にですね、伊予鉄スポーツセンターを10円でご利用いただけたらと思います。お待ちしております。